詳細カウンセラーとして最近すごく思っているのは、家っていう単位がもう意味がなくなって久しいのに、なんだかそのお坊さんの世界と葬式の世界だけがずっと家にこだわっているんですよね。お墓の世界もですけれども、お墓はようやくその個人で入るような代々継がなくてもいいよっていう形のものが出てきたんですけれど、葬式いまだに宗家って呼ばれる、喪主の喪って書いて宗家って言うんですけれども、宗家の人が取り仕切るものだっていうふうになってしまっていて、で最近みんな家族葬とかじゃないですか。で家族葬だと例えば会社で一緒に働いたことがあったとしても、学校時代にすごい親しかったとしても、家族葬なので来ないでくださいって言われてしまって、手を合わせる機会を失ってしまうんですね。お線香もあげられないし、お香でも受け取ってもらえないっていうことがよくあります。でもそれっておかしいんじゃないかなって思うんですよね。だから葬祭業界ではよく、日本人今時の人が信心深く亡くなってしまったから葬儀が簡略化されるんだとか、一日で終わる方がみんな喜ぶんだとか、いろいろ言われますけど、もしかすると業界全体が勘違いしてるんじゃないかなって最近思い始めたんですね。例えばそのテレビでしか見たことのない人、あとは、そうですね、お気に入りの YouTuber が亡くなった時なんかも、うちの娘なんかは、お気に入り とまでいかないくらいの感じだったんですけど、それでもものすごく衝撃を受けて、2、3ヶ月ずっと引きずってたと思うんですよね。そういう時に、もう今お坊さん便とかあるんだから、仲間内でお金を出し合って、あの人 の供養したいよねって言って、5人10人集まったら、お坊さん便でお坊さん呼んで、気軽にそこで独居していただいて、それで手を合わせて少しでも軽くなろうっていうようなことができてもいいんじゃないかなって思うんですよ。私だって例えば志村けんさんとかに小学生の頃むちゃくちゃ助けられてるので、そういうことがもし簡単に頼めるんであれば、周りの人集めてやりたいって思ったと思います。でもうね、みんなの方から提案してっていいと思うんですね。葬式の形って大人が決めるんでもないし、前の時代の人がやった通りにやらなきゃいけないものでもないし、で動物の象でも葬儀をするって言われてるんですよ。象って結構体が大きいので、ある日突然群れの中で一頭ゴロって亡くなってしまったら、そのまま立ち去ることは忍びないんでしょうね。でみんなで輪になってこう鼻をこう儀式のように持ち上げたりしながら弔って、それから移動していくんだそうなんです。で象でも葬儀をするのに、人間はどんどん葬儀をしなくなっているっていうふうに言われたりするんですが、弔いたい気持ちっていうのと葬式が合致してないっていうところが一番気になっています。